友達のじいちゃんが、参観日の日を間違えて、教室の前側の入り口から、登場した。聞いた話。教室に乱入された話。農業高校出身ですが、リアルに牛が乱入してきたことがある。畜産科の先生と生徒で縄持って、校内中走り回り、大捕り物したのは、いい思い出。聞いた話。教室に乱入された話。小学校の時、知らない3、4歳の子が、急に教室に飛び込んできて、黒板に書かれた、でかい直角三角形を見て、三角って叫んで、飛び出していった。全員が固まって、飛び出していった後、爆笑した思い出。